オレンジウォークはベリーズ第5の都市。人口は約1万4000人。オレンジウォーク軍の軍都である。ニュー川の左岸にあり、ベリーズシティの北約1 0 0キロメートルのところにある。町の経済は農業や観光業が中心であり、砂糖キビ栽培などが行われている。住民も多様であり、メスティーソのほか、クレオールや中国人、インド人も居住している。 マヤ文明の時代、このエリアはホロパテンと呼ばれていた。このエリアには、マヤ文明における、古典期以前における最大の寺院が存在している。1530年代頃ヨーロッパ人との接触が始まった。1848年、ユカタンカースト戦争によって、メキシコから避難してきた多くのマヤ人やメスチソがこのエリアに流入し、急激な人口増加に見舞われた。 今日もこのエリアで引き継がれている多くの伝統がメス地層の流入と共にもたらされた。その一つにサトウキビ栽培が挙げられる。時を経てサトウキビ産業はベリーズの主要な産業となった。現在もサトウキビ産業により、このエリアは栄えを続けており、オレンジブオークのニックネームはサトウの町である。ベリーズ。 シティポピュレーションで2021年5月28日へ閲覧。ありがとうございます。